やだなそれは。なんでだよ。ガールが通った道を通ってる。俺世界一強えって言われてんだよ。軍道だけが俺を下に見てる。業界人なら分かるのよ俺の価値が。うん、これはね間違えたんですよ。どこ？すごい覚えてる。ここが一番間違えた曲なんですよ。なんかパーマン切ったやつとか言ってたの？そう。それね、うん、意外と間違いじゃねえんだよ。マジ？あのね、カンローピン地位したんだろ、うん、これさ、この地位がまず間違いだった説ない？この地位が間違いってことはまずない。オーケー、はい、で、タンヤをドラドラを絶対使いたいんですよ、僕は。使いたい、そう。じゃあ、リャンマ打とうか。そうなのよ。え、これはでも 100% リャンマなの。もうね、うちだからこれリャンマじゃんってずっと言ってたのよ。そうなのよ。ただ、100% じゃねえことがあんのよ。なぜの？この手は、タンヤを3色で、5、6、7の3色があるかもしれないんですよ。確かに、天才か？で、このパーマン切りの方が生きていくパターンがたまにあるんだよね。へえ。なんとも言えないっすね、これは。まあでもリャンマン打とこついから。いや、これはねリャンマンです、本当に。はい。ただあれだな、リーチ来てからはちゃんと降りれたかな。そうだ。なんかね、向かってったんだよね、一回。あ、食ってったんだ、そう思い出した。あ、プラさんからリーチ来て。うん。このね、親リーに突っ込んでったんだよ。チーしたんだよね。チーソーを。あ、チーした、うん、記憶ある。で、これが、安全牌がなんもねえから、しょうがなく攻めるっていう感覚はわかるんだが、なんとも言えない微妙なラインなんだよね、これ。これを両面でチーすると、チーしてローソーまず勝負したんだけど、上がるのはその、あんまり上がれそうにない手というか、そう、なんかドラが結局2枚あるだけで、うん、言うてなんかドラ3枚だったらやってもいいかな。あー、なるほど。3球しかないんだったらテンパっててほしいな、ここで。はい、このバランスすごい大事です。チンしてテンパイするときは押し返していいって言ってたもんね。そう、3900以内はね、うん、はい。で、これでマンガンあるんだったらイーシャンテンでもまだ許せるかな。0アンパイだから、把握、そのバランスでいってください。で、積もられました。トン4曲いきま、トン3の1本場いきましょう。はい。急走、ペー、急走、はい。あ、ここまでうまく打ててるね。リーチ来ちゃった、これもう。で、こういう派手なリーチに対して、はい。軍道の手がもうボロボロじゃん。はい。で、こういう時に、絶対に振り込まないで打ってほしいの。うん。ふわっとペーとか打っちゃうとやべえから。やべえ、ふわっとペー打ってる人いる。はい。思います。ローソーから行けってことですか？そう、はい、これはもう本当にローソーローピンだね。マジで自敗危ねえから、こういう皮。初マッチこれ。そう、やば。こういうのをね、なくすと、はい、上級者に近づくの。ハイパイ降りというか、なんかまあ、もうリーチ来た瞬間に降りるってやつ。うん、このね、粘んない方がいいわ。はい、はい、買いました。すいません。ただね、これはね、全然すいませんじゃなくて、誰しもが通る道。なるほど。僕も昔はこれ、あのペーしか切んなかった。やだな、それは。なんでだよ。高春が通った道を通ってるってこと？俺世界一強えって言われてんだよ。軍道だけが俺を下に見てる、うん、業界人ならわかるのよ俺の価値が。うん、だから、はい、しょうもねえペーとか切ってねえで、6巡目にツモペーの瞬間にリーチ来ちゃったな。あ、この手は上がりにくいな。どうやって降りていこうかなって考えると、はい、ローソー切って、ローピン切って、次は、チーピン切ろうかな、2枚切れの。3つぐらい候補決めとくの。あー、うん、そっか。一番最初にローピン切ってるからチーピンが通りやすそうみたいな。そう。あと、チーピンが2枚出てるから短期待ちもなさそう。あー、そういうことか。そう。はいはいはい。これができるようになると、振り込みがめっちゃ減る。候補を3つ決めるの。あの、切り番の時に毎回毎回悩むんじゃなくて、ローピン、ローソー、チーピンが安全って考えるの。はい。その後もう一個。このリーチが来た時に、ペーを切るぐらいなら、ナンを切ってほしい。ペーが1個しか持ってないから。そうか。そう。ナンだったら2枚通るんで。そうだわ。そう。2巡あれば、アンパイ増えるんで。メモ！はい。はい、OK。OK？ はい。はい。じゃあ、この曲は、折り方としては、行くんだったら全部まっすぐ行っちゃえばよかったんだよね。
老僧とか近年で何期って追っかけちゃえばよかったんだよね。そうか。うん、まあ追っかけられたかわかんないけど。はいはい、 OK です。 OK、 トンヨン、トンヨン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。